M15 級は、全14隻で構成されたイギリス海軍のモニター艦の艦級である。すべてが1915年に寄港され浸水した。このクラスは1915年3月に、戦時緊急造船計画の一部として発注された。江戸川級防護巡洋艦から取り外された9.2インチマーク6ガン砲塔とドレイク級装甲巡洋艦及びクレッシー。 急走高巡用艦のためにストックされていた BL9.2 インチがマーク X 砲塔の利用を想定して設計された。このクラスのうち最初の4隻はハートルプールのウィリアム・グレイ・カンパニーでマーク X 砲塔を装備して建造され、残りの10隻はミドルズブラにアルサー・レールトン・リクソン・カンパニーでマーク6砲塔を装備して建造された。 1915年9月中に M24、M25、M26 及び M27 は9.2インチ法を撤去し、7.5インチ法に更新した。M24 及び M25 は戦没した全土急戦艦のトライアンフの予備を受領し、M26 はスイフトシュアの予備を、M27 はリダウタブルの6インチ法を受領した。M21 び M23 の9.2インチ砲は1917年に撤去され、代わりに退役したスイフトシュアの7.5インチ砲を装備した。このクラスは艦によって様々な推進機関を搭載した。M21 及び M22 はコンベンショナルな3段、膨張式蒸気機関を、M24 は4シリンダーのパラフィンエンジンを、その他はボリンダーの4シリンダー焼き玉エンジンを搭載した。 M25, M26, M27 及び M28 は1915年から1918年までドーバー海峡の紹介に従事した。その他は1915年から地中海における海戦に送られ、M23 は1917年7月から、M21 は1917年10月からドーバー海峡紹介に回された。 ロシア革命時における北部ロシアへの介入の際には M23、M24、M25 及び M27 がイギリス及び白軍を支援するため1919年5月から9月まで8回で活動した。M22 は1920年に機雷不設艦に艦種変更され、一方で M23 は練習艦となり1959年まで在籍した。 ありがとうございます。